全国女子駅伝速報。注目の1区は新潟小海洋がセース、残り1キロでロングスパート。皇后杯第41回全国都道府県対抗女子駅伝、竹菱スタジアム京都発着、42195キロ、が15日午後0時半に号砲が鳴り、注目の1区6キロ竹菱スタジアム京都衣笠港前は、新潟の小海洋、第一生命グループが制した。新潟勢の一区区間賞は初めて。曇り空、気温13度正午時点の中、序盤から全日本実業団駅伝一区3位の岡本、群馬、山田ホールディングスが先頭に出て集団を引っ張り、愛知で日本学生対抗選手権5000メートル優勝の山本や、長野で全国高校駅伝5区3位の村尾からが追う形。3キロの中間地点で新潟の高見、大阪で全国高校駅伝1区区間賞の水本の計5人が先頭集団を形成した。4キロ手前で長野の村岡が遅れ出して、先頭集団は4人に絞られた。勾配がきつくなる中、残り1キロ手前で新潟の高見がロングスパートし、大きなストライドで一気に差を広げた。最後まで勢いは落ちず、19分6秒速報あたりで2区に襷をつないだ。高見はレース後、入りのペースから速いと感じていたが、足が動いたら先頭について走ろうと思った。区間賞は目標にしていなかったが、新潟の中高生に上の順位で走ってもらいたかったので、嬉しかった、と語った。2位は愛知、3位群馬、4位大阪、5位福岡、6位滋賀、7位千葉、8位愛媛。3連覇を狙う京都は12位だった。衝撃の17人抜きで区間新、中サンドルーリー守衛佐と、初めての大きい駅伝で楽しかった。全国女子駅伝。菱形第41回全国都道府県対抗女子駅伝、15日竹菱スタジアム京都発着、9区間42195キロ。中学2、3年が出場する3区3キロ。で、岡山のドルーリー・シュエリ、シエリ、津山鶴山中3年が38位でタスキを受けると、17人抜きの快走で21位で繋いだ。9分2秒は、高松もちむせんび、東寺区名女学院中、らの区間記録、9分10秒を更新する区間新だった。昨年大会は貧血で出場できなかったが、初の都大路でインパクト十分の走りを見せた。カナダ人の父を持つ15歳。一人前を追って走って、順位タイムがついてきました。初めての大きい駅伝で楽しかったです。今後の自信になります。と笑顔で振り返った。ドルーリーは昨年8月の全日本中学選手権の女子1500メートルを4分23秒79の吉見記録で制し、同10月の U16 大会では女子1000メートルで2分45秒84の大会記録をマーク。田中喜実、トヨタ自動織機を目標の選手に挙げている。報知新聞社、右膝にテーピングの最年長アンカー、もがきました。福岡が総力戦で2年連続トップ3入り。全国女子駅伝。第41回全国都道府県対抗女子駅伝は15日、京都市の竹菱スタジアム京都を発着点とする9区間、42195キロで行われ、福岡が2時間16分47秒で3位に入った。トップで襷を受けた最終9区で一目若菜、九電工が、順位を落としながらも、ゴール直前で神奈川を抜いて3位に食い込んだ。福岡は前回の2位に続く2年連続のトップ3入り。九州勢では、鹿児島も2時間18分39秒で7位に入賞した。大阪が8年ぶり4度目の優勝を飾った。持てる力を振り絞った。アンカーの逸木はトラック勝負からゴール前で神奈川を抜き、意地を見せた。優勝できない悔しさはあったけど3位と4位は違う。最後はもがきました。チーム最年長の28歳は右膝周辺にテーピングを施すなど万全ではなかったが、全員の思いに応えた。
イツギは24年ぶりの優勝の可能性が見えるトップで襷を受けた。先頭で来て頼もしかった。師匠が称えるように、上位で繋いだ後輩たちの走りが光った。一区の野田、北九州市立高が区間5位で勢いをつけると、全員が粘り強い走りを見せ、5区を終えてトップと3秒差の3位だった。7区の宮原、福岡大は東京、大阪との争いで一時トップに立った。抜きつ疲れつの末、トップと1秒差の2位で中継ぎ。あのまま1位で行きたかった。最後に抜かれたのが悔しい、と悔やんだが、長尾監督は宮原の粘りはチームに勢いを与えてくれた、と評価した。続く中学生区間の8区では前回、川西道、栄の丸中が区間新記録をマーク。今回任された菅原、ストーライト A、C、は1年前のレースをテレビで見ていたという。川西さんがすごい走りをしていた。次は自分が、という思いだった。力強い走りで首位を奪い返した。2位だった前回は世界選手権代表経験を持つ木村由香、資生堂、というエースがいた。今回は長尾監督が総力戦と語ったように全員の結束力で勝負した。各年代で切磋琢磨する選手たちが強度のために力を合わせ2年続けて頂点に手が届きそうなレースを展開。宮原は常に楽しい気持ちで走ることができたと笑う。その笑顔がもっと輝く日も遠くはない。松田達也。